そう、ということで、少しね、休憩挟みまして、再開していこうかなと思います。タートルゾーンだね、行きましょうか。これすごいよね。すげえ入り方だよな。水中かな？なんか沈没船みたいな感じだったり、クジラさんなのかな？さあ、行きましょう。一応上でもなんか行けそうだね。ファイヤー取りましょう。さすがに下かな今度は。で、ちょっと稼ぎたいかな。おお。敵の方かな。すごかったね今。そう、早くも中間だ。上に一応コインがあるんだね。まあそんな無理しなくていいかな。500枚あるからな。いや、ファイヤー上がると楽だわ。まあうまく抜けてって感じだね。危ない。しゃがんでも大丈夫でした。ああ、こっちからでもいけるんだ。こういうとこなんかありそうじゃないと思うけど、そうでもないか。よし、行ってしまおう。おー、危ね危ね。早っ、ゴールしました。ありがとうございます。なんか下あったか、行き止まりかな、単純な。はい、オーケー。あ、ここ通り道なんだ。ただ隠しありそうなのここっぽいよね。なんか位置取り的にお外にワンマップあった気がする。じゃあ大丈夫か。完全に船の中みたいな感じですかね。ここは人参。どうしよう、ファイヤーの方がいい気がする。ここは分かれ道かな。上に行ってみましょうか。うわ、ここなんかあるわ。とりあえず普通に進むか。多分ちっちゃい状態ならいけんのか。ここちょっと目をつけておきましょう。あそこ気にはしておこう。すごいね、こういう仕掛けあるんだ。やば、なかなか野蛮ですね。おー、さあ取る。はい、ここまで行きたい。よし、すごい倒した敵さんの数が56じゃなかったな、ゾロ目だったんだが。全部5だったね。惜しいね。これはどうなんだろう、こっちでいいのかな。
お、袋ある。なんかメロっぽいね。まあどんどん入っていきましょう。行ったことがない場所ならもう OK みたいな感じで。よし。なんかでも住んでるっぽくない？よし。で、どうだ？ OK。ありがとうございます。じゃあ、あのちっちゃい状態で、なんか通れそうだったところ、あそこちょっと行ってみようか。帰ろう帰ろう。よし、では、もう一度行きます。もう、ぱっと見考えられそうなのは多分ほんとあそこしかない。そんな気はする。ここ当たっちゃうか。しまった。マジで。えい。やっぱなんかあるね。ああいうとこね、なんか隠しブロックありがちかなと思ったけど、全然そんなことなかった。怖っ。大丈夫だよね、その位置でうようねうねするだけだよね。よし。これちっちゃい状態強制だからさ結構きついな。おお、マジで。危ね。おお、しげたげた。ありがとうございます。なんか、はみ出しちゃった。あ、そっちなんだ。やっぱそうだよね。そこはありましたもんね。行きましょう。なんか W を M にしましょうみたいな感じ、これってそういう感じかな。お、すごい。こんなパッタ、多分 A だよね今のコインの形で。 R、まあ、マリオみたいな感じかな。はい、すごい残ってるね。マリオですね。マリオがマリオになったってことか。要はラ、マリオランドってことか。あ、そんな長かったのね。てか、時間がやばい。マリオランド2。そういうことか。おお、すごい。熱いボーナス。よし、ありがとうございます。いいボーナスステージですね。よし、では、ボス行こうか。なんか起きてましたね。ていうか、なんか伸びてきそうで怖い。え、どういうこと？体内ってこと？これって。ああ、そういうことね。怖っ。床だと思ったわ。どうしよう、これ。ファニーならセーフ切りやすそう。でも、攻撃のことを考えると、ファイヤーの方が、なんかいいような気がする？
はい。おお、なんかすごいとてつもない位置にいる。オッケー。まあ上通っちゃうか。ファイヤー状態だしな。これはこうか。そうだよね、効かないんだよね。ただここは降りちゃっていいから、 OK。 はい。あら早いね、もうボスだ。おお、タコさん、タコさん。え、待て待て、どういうこと？踏めばいいのこれ。な、踏めばいいんだ。はい、よーし、危ねえ。一発。よかったよかった。危なかったぜ。よし、これで集まりましたね、6枚。これでお城行ってみましょうか。お、開いたね。そう、ということで、999だったらね、ちょっと、スロットやろうかなと思ったけど、行っちゃうか、残金56あるからな。なんとかなるでしょう。で、ワリオさんだよね、多分、上にいるの。よし、行きましょう。おぉ、いきなり物騒なものが飛び交っておりますが、すごいね、仕掛けが。早速って感じ。なあ、そこまで飛んでくるんだ。結構配置がやばいね。なかなかやばい配置してるね。よし、飛び越え OK。 うわー、マジか、タイミングだなこれ。え、普通にむずい、やば。とりあえず習慣目指すか。極力ダメージ受けない状態で進みたいね。はい。はい。OK。あ、しまった。タイミングが。はい。はい。ここ気をつけて。うわー、それ当たるんだ。そうか、同じところでやれてる。っていうか時間制限めっちゃ余裕あったな。900秒。はい。危ない。はい。全然一歩ずつでいい。はい。OK。あー、そこ当たっちゃうか、問題ないな。キノコありがてー。
おー、怖いね。ちょっと待つわ。こういうの怖いんだよな、結構。はい。これ一回待ちます。あ、迷った。タイミングだな、これ。オッケー。ちょっと危なかったけど。おお。げんこつ。げんこつ飛んできよる。え、このスピードってこと？オッケー。うわ、当たんだ。オッケー。あれ多分崩れるタイプかな。うわー、届かなかった、マジか。そうか。普通にむずいな。中間とかあんのかな、そもそも。あ、そういうことか。なんか仕掛けが作動するマスがあんだな。1回目の時になんか点滅したよなって思って。そういうことね。てか崩れるの早いな。危ない。よかったよかった。はい。ここ大丈夫。はい、ありがてえ。怖いね。ここも崩れそう。てか上のトゲが怖いな。あ、上下に動くパターンね。てか当たってる。頭のとこ当たってる。ああ、そういうことか。これダッシュはいいのかな。まあ慎重に行きますか。お、なんかマリオさんの顔みたいな。踏めば良さそう。お、増えた。危ない。オッケー。全然一体ずついい。ほい。お、もう一回来る。なあ、マジかー。やっぱダッシュでいけるか、これ。よし、他のとこまで着いたぞ。踏まないといけないか。多分聞いてないね。ファイヤーは。はい。危ないわ、迷った。よく当たんなかったわ。よし。
そうか、これでって感じか。お、バイオさんだ。上のやつは何なんだ。爆弾みたいな感じ。ほい。このタイミングで飛んだ方がいいですね。動かなくなっちゃう。動けなくなる。ほい。お、人参さんある。お、マリオさんいる。まあ、ブラック人参みたいな。すごい、バニーマリオさんだ。飛ぶんだ。え、むずいな。ここ乗れるんだね。OK、 いけたいけた。はい、 OK。キノコ。ああ、ファイヤーバリオさんのこと。やば、起動が怖い。やば。ああ、マジか。それ踏んでないんだね。そうか。てか、中間なかったよね。あ、少し押しちゃった。また行きますか。多分一回行けたからさ、もうなんか大丈夫な気がする。多分あのファイヤーワリオさん倒したらもう OK な気がする。さあ、ではやってきましたよ。一回踏む。二回。3回 OK。 人参さん通る。待った、これいいんじゃない。もう来た。なかなかいいプレイができたね、今。バニーさん状態で来られたのでかいわ。しまった。でも一回踏んどこう。ほい、OK、いい。よし。いけた、いけた。いや、バニーさんのアドバンテージは強いな。でかっ。なんかちっちゃくなったんだろうけど、でかいね。ということで、楽しました。ありがとうございます。あ、回転式なんだ、ここ。さあ、ということで、W は M になりましたね。ありがとうございます。さて、スーパーマリオランド2、6つの金貨、いかがでしたでしょうか。ちょっと息抜きに始めたシリーズではあったんですが、サクッと攻略することができました。革新ステージもね、全部出せたんでよかったかなと思います。プレイ時間は2時間30分ほどで、手軽で遊びやすい難易度で、そういう意味でもいい作品だなと思います。ステージ攻略の順番もね、自由なところが面白いですよね。そして、バニーマリオさんがね、唯一登場してるシリーズでもあることが特徴で、役割的に難しいところもあるのかもしれないですが、今後の作品でね、ふと出てきたりすると嬉しいですね。そして、次回作についてです。
新しいシリーズとしては、スイッチの方では19日発売予定の未解決事件は終わらせないといけないからに興味がありますね。インディ系の推理ゲームになります。あとは合間を見つつね、また他のオンラインサービスで配信されてるものもね、遊べたらと思っております。他にもですね、いろいろ投稿していきますので、チャンネル登録、X のフォローしていただけますと嬉しいです。こちらね、概要欄にございます。お願いします。そして、コメントの方もしっかりと読ませていただいております。本当にありがとうございます。同じ時間をシェアできる動画、これをね、ずっとモットーとして活動しておりますので、今までコメントを書いていなかったという人もこれからはどんどん書いていただけますと嬉しく思います。とてもモチベーションになっておりますので、一言でも嬉しいので、ぜひお願いいたします。いつも書いていただいているという方はね、これからもぜひよろしくお願いいたします。ということで、また他の作品などでお会いいたしましょう。失礼いたします。動画のご視聴ありがとうございます。ちょっとでもいいと思っていただけましたら、チャンネル登録、高評価、コメントをしていただけますと嬉しいです。また、Twitter、Instagram などもやっております。こちらのフォローもぜひよろしくお願いいたします。動画概要欄にございます。そして、他のシリーズもおすすめなので、画面に表示されていると思いますので、こちらもチェックしてみてください。